はい、皆さんこんにちは、なみきです。はい、今日はですね、重大報告があります。私、年内で100を切りたいと思います。しかし、私一人で黙々と練習しても多分難しいと思うんですね。なので、今回は先生をお呼びしましたので、ご紹介します。よろしくお願いします。古賀美穂先生です。よろしくお願いします。ちょっと暑さにもやられてるということで、テンション全然違うね。あ、すいません。なんか暑いよ。暑いですか、ね、今日は古賀美穂プロが来ていただけるということで、はい、興奮してるっていうのもちょっとあるんですけども、あ、よし、じゃあ上げていきましょう。ありがとうございます、はい、ということで今日から、はい、レッスンしていただきたいと思います。上手になりましょう。はい、初心者でも100は切れるんですかね。今年中にっていうのがちょっと気になったんですけど、はい、だから8月でしょ。はい、ちょっと厳しいかな。厳しい。目標は高くだし、そのゴルフって、まあ、早かれ遅かれ上達はするって私はやっぱ思ってて、はい、どんな人でも、どんな体型の人だろうが、はい、男性だろうが女性だろうが、どんな年齢だろうが、私は必ず上達するって思ってます、はい、ただその上達のスピードこそ、もうそれこそ人それぞれなんで、はい、もし早い子だったら切れる。じゃあ大体今日私のこうスイングとか見ていただければ、うん、大体それが分かりますか。あのね、基本的にスイングとかあんま関係ないの。あ、関係ない、うん、はい、はい、練習量だね。量、最初は、はい、始めたばっかりでしょ、はい、多分まだボールにもしっかり当たらないと思うし、うん、それこそもうコースに出ちゃったりなんかしたら回り方だって今一応はあるので、はい、その削っていける部分ってあるのね、はい、下手だろうが、下手だろうが、そう、はい、だからそういうことをちょっとずつ言ってあげると結構ゴルフの子ぐらいにはなっていくから。わかりました、はい、いけると思う。はい、では早速よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。とにかく自分の好きなように気持ちよく一回やってみてください。はい、はい、いや、もう誰よ、すぐなるよ。全然大丈夫。7番だよね。130ぐらいは飛ばしたいね。100トップだから。まだ自分でこのカーブ何やってるか。ああ、そんなのはもう、はい、いや、自然と覚えるから大丈夫。はい、ああ、いいと思う。じゃあ一つだけアドレスも大丈夫です、はい、ただグリップが今それで慣れちゃってるから、はい、でもちょっと直したいんだけど、はい、持ってここをね、もうちょっと詰めてほしい。もうね、それ団子握りっていうの、それ私がやってるのが団子になってるの。はい、はい、V になる。そう、それが今こうなってるんだ。あー、なるほど、はい、団子じゃなくて、そう、V ね、はい、これが、この V が、はい、左肩、右肩を向くか、向いてる、今向いてるでしょ、はい、そしたらこっちの V はこっちを向く。なるほど。これ女の子だからちょっとフックでも V ができてないじゃん。握ってみて、しっかり握ってみよう。ずれるじゃん、グリップが。わかる、これ力じゃないからね。これ、動かしていく。動かないでしょ。これ全然力も入れてないから、はい、バチッと来てないと動いちゃうの、中で。全部がピターってくっついてないと。手だから、これ。はい。繋がってんだよ。これ、クラブじゃないからね。手だから。はい。なのに、こう、浮きまくってんのよ、こういうところが。はい。隙間があるじゃん、全部。隙間がないようにしないと。はい、うん、いいじゃん。これまたちょっと当たんなくなるけど、はい、すぐ慣れるから。はい、はい、で、はい、ちょっとだけ言わせてもらうと、はい、今ねやってんのこんな感じ、うん、ってやってるだけ。ゴルフってグーッといってビューンって振らないとダメなの、はい、そうじゃないと体ちょっとちっちゃいから、はい、やっぱり大きいスイングしていかないと球も飛ばないし、当てるだけだったら今のでいいけど、はい、大きいスイングしていた方が、はい、後々飛距離も出るし、はい、まあ、ダイナミックなゴルフになる。出し振りしていいよ、一回。はい、あ、これボールだと思っていて。はい、いいよ、はい、大きく、そう、で、はい、振る、そう、もう上げたら、すぐ蹴る、そう、おー、いいね、いいと思う。あ、いいじゃん。あの、当てに行こうとしなくていいからね。はい、スイングしてる中に、あ、たまたまボールがありましたぐらいの感じで。うん。それでもうバンバン練習して。最初見たやつは、空振りしないようにってやってただけ。そうやって多分、将来的にゴルフ面白くなる。絶対そっちの方がいいよ。おー。ちょっと飛んでんじゃん。
ブレるんだから絶対振った方がいいよ。はい、今までのデフレットだと思ってました。全然あんなのスイングじゃないよ。あ、形はできてたけどね、形はできてたけど、はい、あんまり行きすぎると、はい、また問題が一つ出てきて、今までここだったじゃん、それが今あんまり行きすぎるとこれが垂れちゃうのね。あ、はい、だから、まあ、そこちょっと難しいんだけど、肩が首の下ぐらいまで来たら、あ、顎の下か、はい、来たらもう下ろしていいんだけど、ここは固めといてほしいんだよね、はい、あんまり大きくなっちゃうと今度はタイミング取るのが難しくなるから、はい、まあ、だから基本的にじゃあ自分が振りやすいスイングで全然いいんだけど、それの再現性を高めればいいのね。どんだけ変なスイングでもいいのよ、グリップがどうだろうどうでもいいのよ。だってナイスショットした時をまた再現すればいいんだから、はい、そう、だから再現性のスポーツって私は思ってるんだけど、別にその今トップが大きいって言ったけど、それを毎回毎回やれればいいんだけど、まあ、今はもちろんできてないし、でも確率を上げていくわけです。だから上げるためにはあんまり大きくない方がいいよっていう話だから、でも基本的には好きに振っていいからね。はい、そう、あとはもう来たと思ったらビューンって振っていいから、もう振るだけ、あと何も考えなくていいから。なんかすごいおかしなグリップになってるよ。締める締める、おしぼりみたいな感じ、見て、こうじゃなくて締める、そう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 、はい、でもここはいいとおり、もう少し曲げていい、サルテ、サルテです、サルテだよね、はい、サルテか、いや、いいよ、ちょっと絞るぐらいいいよ、じゃあサルテはしょうがない、最初見すぎかな、やっぱり、あ、難しいね、人体的なこと言っちゃダメだよね。いや、違う、サルテか、サルテの人って締めるとほら、ここになっていくんですよ、わかります、じゃあ絞って絞ってって言ったら、ここだけがくっついていっちゃうから、そう、こうなっちゃうんだよね、そう、だからここが開いてきちゃうから絞れ、こうなるってことでしょ、はい、それをこうやるとこうなるってことでしょ、はい、あ、だから絞れないんだ、ごめんね、いや、自分大丈夫です、すいません、うわー、これどうする、ごめんね、ちょっと勉強しとく、いやいや、すいません、だったら両手じゃなくてどっちかの手だけ絞ろうか、今自分の感覚でいいから、右手と左手どっちで打ってる感じ、もう両方でって感じ、右です、右で打ってる感じだったら右は絞んなくていい、とにかく左はもうじゃあ絶対絞って、はい、ちょっとフックグリップでもいいから絞る、で右手、はい、構えていいよ、もうそれでいい、でここだけはもう気をつけといて、ここだけはちょっと緩めとこうか、もうこっちは絞っといていい、はい、と、ここ、ごめんね、ここ、ここはくっついとき、右手を曲げる、曲げる、ま、曲げれる、こういう感じで、なんかおっぱい下から挟むみたいな、そう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 、でもこっちはこれでいい、はい、全然大丈夫で、これ女の子って力がないからね、絞ってかぶせてあげたいんだけど、今もここ緩めたからこれかぶせれないから、もっと右手でバチーンって打つ感じで、もうこれはね、ゴルフやる一生意識しないとダメ、はい、でもいい、それだったら綺麗、すごく、ここもうちょっといいよ、うん、OK、足はグッと蹴ってあげてね、はい、とにかく勢いよくグーッと上げて、肩が顎の下まで来たらもう振る、蹴る、蹴るだけ、はい、蹴ったら勢いつくから、うん、オッケーオッケー、うん、もうとにかく上げたら蹴る、上げたら蹴る、もうそれの繰り返し、はい、はい、ということで第1回目のレッスンしていただきたい、していただき、はい、していただいたんですけどもまとめをしていただきたいと思います。まとめ、はい、まず、はい、並木ちゃん2つだけ、グリップをしっかりと握る、はい、あのクラブは手だから、はい、やっぱ隙間がないように、はい、しっかりとこうグリップに密着させる、はい、で本当に体の一部として、はい、先っぽがね、はい、あの手のひらみたいな感じで、はい、手のひらで言うと当たるでしょ、しっかり、はい、っていう感じで、この延長っていう形で全部こうビターっとくっつくように、はい、全部が緩みないようにっていうのが一つ、はい、グリップね、グリップ、はい、そう、あとは上げたら蹴る、
左肩が顎の下まで来て上げたら蹴る。ちなみにこの足蹴るときなんですけど、うん、は足で持っていっていい、それとも腰なんていうんですか。何でもいい。何でもいいんです。蹴ればいいの。じゃあこことここが磁石みたいな感じで、はい、で上げたらもうくっついていけばいい。あ、磁石だと思うね、足を。そう。でもここの軸は動いちゃダメよ。上げるでしょ。上げて、そう、そう。左肩が顎の下まで来たなと思ったらとにかく解放。なるほど。はい。蹴る。じゃあ今日はその2つ。その2つ。はい。グリップの方を大事にしてほしい。グリップを大事、うん。だって、はい、アドレスからちゃんとしてなかったらもう打つ前からミスしてるからね。はい。あとは好きに振る。好きに振る。じゃあ次のレッスンまでにこの2点をやっとけば。その2点は一生懸命やってほしい。わかりました。はい。次回のレッスンまで、はい、その2点を意識して練習していきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。